CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日は9月の27日日曜日の QT の分かち合いを始めていきたいと思います。今日は日曜日ですから皆さん良い礼拝を捧げてください。今日の QT の分かち合いは試練を通して正しい信仰が育ちますと題しまして、エゼキエル書の12章の1節から16節までを分かち合っていきたいと思います。今日のこのエゼキエル書は、まず神様がエゼキエルに御言葉を与えられます。そしてそれに随順していくエゼキエルがいるんですけれども、このことに対してどういう意味があるのか、さらに神様が御言葉を通して教えてくださるということです。私たちもその中から何が学べるか期待していきましょう。エゼキエル書12章1節から16節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、あなたは補修のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ、彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ、もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で補修のための荷物のようにして持ち出し、補修に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に置い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。そこで私は命じられた通りに、私の荷物を補修のための荷物のようにして昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。この宣告はエルサレムの君主及びそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いていかれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出ていけるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデヤ人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。私はまた彼の周りにいて彼を助ける者たちや彼の軍隊を皆四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。
それでは本文の中から恵みを分かち合っていきたいと思います。さてまず第一節ですけれども、このエゼキエルはこのように書いてあります。私に次のような主の言葉があった、このエゼキエル書にはよく本当に神様の言葉が私にあった、私にあったと言って、やっぱりエゼキエルはですね、神様から与えられた言葉をそのまま伝えていったんだなということがですね、本当にですね、よくわかるものじゃないかなと思います。そしてですね、この流れの中を見てですね、2節からずっと7節まで見ていくことにします。この中を通してですね、神様が人の子よというふうにエゼキエルに話しかけてですね、ある命令を出していくんですね。でこのことはどういうことかなというとですね、長い話を簡単にしているとですね、人々の見ている目の前でですね、何かさっさとこの荷物をまとめて出ていくような、そのようなことをしなさいよということをしていきます。でなぜ神様がそのようなことをされていったかなということを見ると、2節にですね、まずちょっと見ていきたいことがあるんですが、2節、人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない、とこういうふうに書かれてありますね。この反逆の家というところにちょっと注目をしてほしいんですが、このイスラエルの、ユダの民たちはですね、神様のことを知らないと、単に知らないだけではなくて、敵対している、反逆をしている、神様の言うことを聞かないということは、そういうふうに神様が捉えておられるんだなということをですね、まず、覚えておいて欲しいなというふうに思うんですね。私たちもですね、神様のことを知らない、ただ知りませんよと言っているだけではなく、本当に私たちがそのように知っているにもかかわらず、神様のことを知らないというのはですね、本当に反逆をしているような、そういうものなんだということをですね、私たちは覚えておくことが必要かなと思います。でこの反逆をしている人たちに、自分たちはこの反逆をしているんだ、神様に対して反対しているんだということに気づいてほしい。ですから、このところにですね、ずっと彼らの見ている前で、何回もしつこく言いますが、3節から7節、毎回のように彼らの見ている前で、あなたは何かをしなさいとエゼキエルに言っているわけです。それはもう木の実木のまま、本当に、こう王子をですね、自信を持って歩くんじゃなくて、隠れるように、もうわびしいように、みすぼらしく出ていきなさいというふうなことを言うんですね。でこのことを見ている中で、神様が願っておられるのは、民が神様に対して立ち返らないといけないんだよということに気づいてほしいんだということなんですね。ですから神様にずっと強調しています。彼らの見ている前で、とこういうふうに強調するんですね。で実際にこのエゼキエルはそれに従順して家を出ていくようなことをするんです。一方でですね、次の日の朝、このような主の言葉がまたありましたね。主の言葉がありました。9節以下ですけれども、人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしていると尋ねかかったか、とこういうふうに言ってくるわけですよ、ね、神様の思いはどこにあるのか、イスラエルを築いたか、ね、エゼキエルのこの変な行動に気づきましたか、ね、そのことを本当にね、思っている、この神様の気持ちに、私たちもその思いに、私たちの思いを重ねたいなと、そのように思うんですね。そして、この10節、以下にですね、このエゼキエルの成したことは一体何の意味があったのかということをですね、御言葉を通してまた説明をされます。それが、この11節以下も書いてあることなんですけれども、まあ簡単に言いますとですね、長い話を短くしますと、これはバビロン捕囚がありますよ、イスラエルの国が滅びますよ、そして皆さんはこう家からですね、木の実のまま出ていかなければならないし、もう本当に下を向いて歩かないといけないような状況に追い込まれますよという、まあ、予言と、それから警告ということがなされていくわけなんです。しかしですね、そのようなことが起こるわけなんですけれども、15節16節、ここにですね、いつもこのエゼキエル書のですね、希望みたいなところがあるんですね。エゼキエル書はいつもですね、もう皆さんはですね、悪いことをしたから、簡単に言うと神様に従わなかったので、あなた方は滅亡しますよ、でもそれで終わりじゃないですよというふうに希望を与えていくんですね。15節16節はこんなことが最後に書いてあります。彼らは
私が主であることを知ろう。16節も同じように、彼らは私が主であることを知ろう、こういうふうに言っているわけなんです。でその前に続いているのが何かって言ったら、国がちりぢりになったり、また本当に苦しみの中、飢饉やそういうところからですね、災いからギリギリ逃れただろうと、そういうようなですね、災いの中でも神様がいるんだということを経験したときに、私こそ本当に神様こそ私たちの本当の神様だったんだなっていうことに対して気づくんだ、見るべきものが見えるようになるんだ。でそのことを神様はずっとこう訴えかけているわけですね。その時また見るようになるよとこう警告するわけです。でも神様の本当の思いはですね、そうなったから気づくということではなくて、神様はここで初めて語っているわけじゃなくて、初めからずっと語り続けておられたんだ。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない人々に対して、彼らの見ている前で、そして、彼らが変わるように、私のことを知ることができるようにと、いつもいつも語りかけてくださっているんですね。私たちはそれに早く気づくものでありたいなと、そのように思います。それでは皆さんの目の前にもテロップでご質問が流れたと思いますが、福音を伝えるとき皆さんどのように神様に反応するでしょうかということなんですね。突然の質問だったんですけれども、まず最初にエゼキエルに対してですね、神様がああしなさいこうしなさいって少し変な命令を出すんですね。大丈夫かな、頭が何かおかしくなったんじゃないかなというふうなことをですね、神様はエゼキエルに頼まれたと思いますね。しかしですね、このことに対してエゼキエルが従順するんですね。この人と違うことをするっていうことはですね、ここの映像を見ておられる多くの日本人の方はですね、常識人の方もたくさんいらっしゃると思いますので、人と違うことをするっていうことはなんだか恥ずかしいし、なんか嫌だなというふうに思うこともあるんですけれども、神様あなたをモデルにしてですね、人々に気づかせようとされるようなこともあると思うんですね。で神様は決して、そういう私たちが従順することに対しての何かこう苦しみもですね、決して無駄にはされない方なんだということをですね思います。私たちの伝道やさまざまなこの従順ということもですね、決して無駄にはなりません。なぜならば私たちがそうしなければやっぱり民はまた苦しみの中を通るわけです。しかし苦しみの中を通ったとしても、その中で神様は成長させてくださるということは、先ほど15節16節から学んだことじゃないかなと思います。私たちも同様にこのエゼキエルも少し悩んだと思いますね。自分は神様の声を十分に聞いて、良い人であるのにもかかわらずですね、何か不思議なことをする、国が滅びますよなんていうことを言わないといけない、でも神様に立ち返っていくことを言っていくべきだというそのところに立ったわけですね。エゼキエルの中にも苦しみがあったと思います。もちろん民の中にも苦しみを通して初めて知る神様の技があると思いますけれども、今日注目したいのは、あなたがエゼキエルのような存在になるかもしれませんということです。今この日本の状況の中を見ると、誰がイエス様を信じましょうと言って、はい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 と、素晴らしいですねと、そう簡単にはいかないことをなかなか皆さんよくご存知かもしれませんけれども、神様の技は必ずなりますので、あなたのその従順、小さな従順、神様は絶対に目を離されません。あなたは御言葉を聞きますか？あなたが御言葉を伝えなさいと言われた時に、エゼキエルのように、本当に答えていくことができるでしょうか？私も小さな教会の牧師をしていますが、いつも悩みますけれども、神様は本当に私たちを導いてくださって、決して無駄にならない恵みを与えてくださる。だから今日も私も福音を述べ伝えたいし、今これを見られて励ましを受けている皆さんも、ぜひ勇気を持って福音を述べ伝えてください。聞こうが聞く前が伝えたいと思います。順々しましょう。